はい、皆さんこんにちは。こんにちは。リュウミュラです。松卓です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新年明けてもう1ヶ月経っちゃいましたね。ああ、そうです。もう、はい。でもやっぱ心はもう心機一転してるじゃないですか。はい。なんか他にこう心以外にも一転した方がいいところあるんじゃないですか。外見の話は言ってますかね。まさか。まさか。だってこれ今いくつのサイズ？これ今、いや M ぐらいじゃないですか。そして 3L って言ったの。もうちょっとね、スマートになりたくない？膝痛くない？いやまあまあでも、いや痩せるのって結構楽だと思ってるんで。でしょ。すぐ痩せれると思います。本当？はい。じゃあ今から松茸1キロ減らす体重という企画をやりたいと思います。1キロでいい？1キロでいいの。たった1キロ。たった1キロ1でいいですね。たった1キロ3ゲームとかで終わる可能性も。ゆうちゃん、俺調べてきたんですよ。これね、体重1キロ減らすのに7200キロカロリー消費しなきゃいけないんですよ。ボーリング1ゲームやると何キロカロリー減ると思う？600ぐらいいくんですかね。嘘つけ、50。だから7200を50で割るとたった140ゲーム、1キロ痩せれるっていう、まあ、余裕でしょ。いや、いけるんじゃないですか、ね、いけるでしょ、うん、余裕だと思います。余裕だよね。俺も余裕だと思う。ということで、今から松田が144ゲーム投げて1キロ体重減らしますので、ぜひ皆さんご覧ください。ところでこれ T シャツどうですか、皆さんかっこよくないですか。これ今ララポート沼津店で沼津ボーリングチームっていうのを毎週日曜日の19時からやってまして、そのオリジナル T シャツが完成しました。はい、メンバーになったら着れるので、ぜひ近くの方遊びに来てください。よろしくお願いします。仕事あるしさ、もうね、1日いたら時間なくなっちゃうから、ちょっとまたいいところで来るんで。なるほど。すぐ戻ってくるんで。頑張って頑張って。よろしく。はい、じゃあちょっと僕仕事行く前に松崎さんまず体重測ろうかね。こう体重計あるんで、どうぞ乗っかっちゃってください。体重が、ちょっと待って92.8。 もうちょっとで100やん。なのでこれ 91.8 91.8 にすれば、OK、クリア。クリア、了解しました。じゃあ一人で144ゲーム頑張ってください。行ってきます。おい、ただいまの時刻2時10分ほど、50ゲームぐらいで終わらせたいなと思いますが、果たして、まあ、スコアは関係ないので、できる限りこう力いっぱい投げてカロリーをガンガン減らしていきたいと思います。というわけで1ゲーム目スタートです。長丁場になりそうですね。スポーツなんでダイエットと言いつつも、こまめな水分補給は必要ですね。
汗かいてきたかなっていうところで、早くも体重落ちてきてるんではないでしょうか。これで1ゲーム目が終わりました。まあ、スコアは関係ないんですけど、166ピン。ちょっと休憩しましょう。いや、あと143ゲームほどで達成。まだまだ道は長いですが、一歩一歩進んでいきましょう。2ゲーム目です。ちょっと良くない流れが続いてますね。ちょっと気持ちを入れ替えていかないと。もうこっちのカメラから入っちゃいます。こっちのあっちのカメラから入っちゃいます。こっちも撮影してるんで。そうです、そうです。もうう頑張るんで。開始から2ゲームが終わりました。結構疲れてきてるんで、いい調子だと思います。時間は今2時半と20分ぐらい。まあ、やっぱり1ゲーム10分ぐらいですかね。まあ、引き続き頑張っていきます。ちょっとこの先も長いんで、少し休憩を取りたいと思います。では3球目も行きましょう。
これは1キロいけますよ。結構疲れてきたんで、なんならもう1キロクリアしてるかもしれないですね。早くも。これでひとまず3ゲーム終わりました。一回体重測ってみましょうか。ちょっと今の体重を測ってみましょう。ちょっと中間発表をしていきたいと思います。おつ取れた？もう大丈夫だと思いますよ。本当？いや、とりあえず3ゲーム終わったところなんで、まあ、最低 0.1 ぐらい減ってくれないと困るかなというところであります。 100g か 100g ちょっとじゃあ測ってみよう。どんぐらいか減ってるでしょ。そうですね、最初は 92.8。 そうですね、 92.8 でしたね。間違って91とかなっててくれればどう間違えるの？あれ？え？増えてんじゃん。ね、だって1キロ増えてるよ。もう一回測りますよ。もう一回測って。増えてんじゃん。なんで増えてるの？いや、心当たりはないですね。いや、まあ別にそんな。ちょっと待って、これ何？これはそれはもちろんスポーツなんで水分補給は必要じゃないですか。いや完全にこれでしょ。これか。水分ね、だって水分。いや、でも水分。ああ。炭酸ですよ。泡入ってるんでほとんど空気じゃないですか。なわけねえだろ。どうすんのこれ。ちょっともう一回測り直してもいいですかね。いいよ。次は秘策があるんですよ。ああ、ちょっとこれなんですけどね。ああ、どれどれ。これあの、ああ、ヘリウムガスなんですけど。はいはい。要はこれあの風船とかに入ってるじゃないですか。お、つまり空気より軽いんですよ。うん、これ吸えば吸うほど体重減ると思うんですよね。うん、ちょっとやってみて。じゃあちょっと下手したらゼロが出るかもしれないんで。浮いてね、ホバーリングしてる可能性もあるんで。ありえるね。さあ、じゃあゼロになったかな。ちょっと増えてる。ちょっと増えてるし、あんまり声変わんないっていう。ちゃんちゃん。